どうも皆さんこんにちは、しゅんです。はい、本日のデイリーチャレンジなんですけど、こちら仮設武器、所持している武器の品質が赤になる、すでに赤の場合攻撃力、プラス 50% ということなので、デイリーチャレンジでまさかのね、俺まあちょっとダタサイバーブ始めたばっかりの人間なんで、ちょっと紫武器マックスで金武器しかないんですけど、このライトチェイサーがすごく強いという風にね、まあネットで言われてるので、ちょっとね使ってみたいんだけど、俺どっちかって言ったらクナイ派の人間なんで、普段クナイを使ってるんですけど、ちょっとね赤武器になるんだったら、ちょっとねライトチェイサー使いたいなと思ったので、ライトチェイサーを使っていきたいなと思います。はい、じゃあ早速やっていきましょう。はい、仮設武器、所持している武器の品質が赤になる、すでに赤の場合はでの、モンスターノックバックされないって書いてあるんですけども、これ一回やって、一応勝ってるんですけど、マジ瀕死。これマジ うまく避けないとね、これうまく避けへんとマジあかんでーすよ。これあかんでー。ちょっと待って、うるさいな、音小さくしますね。ガーディアン。やっち、赤ちゃーん。俺なんでクナイが好きかって、あ、シェル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 、あ、もうこれ強いんだ、敵が強すぎるんですよね、敵が嫌いなんだよね。わあ、すごい、かっこいい、かっこいい。チェイサー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 をチェイサーを強化したい、チェイサー強化したい。ああ、死ぬな、これ死ぬな。ちょっと待って、ああちょっと待って、ああチェイサー来たチェイサー来たあーチェイサー来たえーチェイサー来た、これは更新、うーわ微妙、まあ、いや、こいつら強すぎません？あ、死んだ。あ、俺死んだ。あー、セーフ。あ、待って、俺死んだな。俺死んだ気がするな。逃げろ。うわー、かっこいい。かっこいいよ。かっこいいけど、かっこいいんだけど、死ぬ。あぶねー。いやー違う、俺チェイサーがいい、俺チェイサーがいい。あー、待って、4白損。よーい、チェイサー来たよ。チェイサーを強化したい、俺はチェイサー。あー、ギー、まだ参る、俺は敵がノックアックしないっていう謎の不要効果があるせいでね、マージで敵のね、詰め方異常。まあ、イボルブしときましょうかね、とりあえず。とりあえず、ピンクやっつけちゃえば、とりあえず OK。一応、このライトチェイサーは、向いてる方向に斬撃飛ばす系らしいんですけど、イボルブしとく？レンガですね。レンガってね、意外と強いんですよね。いいね、さあ赤武器をね、俺使ったことないからさ、いや赤武器までのさ、武器の強化の仕方はマジ鬼畜じゃないですか、このゲーム。いやー、ここそう最初のね、ピンクどもをね、ピンクのハエみたいなやつら倒しちゃえばそんなに難しくない。いいよ、磁石が欲しいな、俺磁石が欲しいな。いいね、あー強い、いや、赤星にしたいんだよね、俺、赤星に。ライトチェイサー赤星にしたいんだよね。あー。よし。あー、来た、ボス。レンガ。ナイス、磁石来たー。あー、待って、うまい。あー、うまくない。うまくないよ。あ、むずい。強い。よし。オッケー。ライトチェイサー？あー、くそ！集中砲か？あー、くっ。ナイス！よし。ライトチェイサー？いやー、違う。磁石じゃないんだよなー。ライトチェイサーが全然来へん。OK、よし。よし、来た。OK、ナイス。イボルブできない。ライトチェイサーのイボルブができない。よし。あー、いいよ。ナイス、来たよ。いいよ。かっこいい。いや、でも、ここまで来たら、多少、放置でも、まあ、いけるんじゃねえかな、という。このさ、ゲームさ、皆さんこれさ、マルチプレイできたら面白そうだと思いませんか？これ、マルチプレイ出してほしいよね。
絶対楽しいよね、マルチプレイ。まあでも処理がめちゃめちゃ重くなっちゃうのかな。これ何イボルブ、これイボルブ何、どれどれ、どの補助スキルでイボルブ、イボルブレル、イボルベ、イボルレル。オッケー、これで安泰。え、どれイボレブル、イボレル、え、どれがイボレルの、これ。これね、やっぱね、俺クナイが一番好きなんですよ。まあね、そのね、こうやっぱ敵の方向を向いてないとダメージ与えれないじゃないですか。何にせよ。でも、クナイってね、オート照準だからさ、すごいラグなんですよね。え、全然イボルブ出ないんだけど。あ、まあでもまあ、でも、ライトチェイサーもまあ、言うて全方位、言うて全方位タイプかな。ボス出現してるけど、出現してるけど、全然出てこえへんで。全然出てきませんで、これ。これね、やっぱ敵の方向を向かないとさ、こう、攻撃できないっていう、これがほんと嫌い。強いけど、強いけれど。よし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 。OK、サンダーボルト。まあ、こればかりは、しまった、し、見てなかった。全然見てなかった。お前、おったんかい。待って。あー、ライトチェイサー使い慣れてないっていうかね、運が悪かった今のは。あのね、ライトチェイサーのね、赤星が全然後編かったから、それはしょうがない。さあ、え、違うやん。お前じゃないんだよ、欲しいのは。そう、エターナルライト。エターナルライト、破壊できないものはない。お願いします。うわー、強え、うわー、強え、花火みたい、かっこいい。これさ、これ放置でいける？放置少女。あー、かっこいいね。この組み合わせ、いいね。かっこいい。ダダサバイバーあるあるだと思うんだけど、こう、なんか、一定のレベルまでいくと、こう、放置しても、こう、ね、無双できるじゃないですか。でさ、無双しててさ、こう、たまにこう、あ、なんか、他のことしようかなーって思ってさ、他のことしてると、エリートにやられるっていうのはあるあるですよね、これ。これね、絶対やってると思う。みんなこれ絶対やってるよね。エリート。エリートあるある。エリートにやられるあるある。一応全部赤星にできてますね。ちなみにダメージが、エターナルライトが、まあ一番高いですね。ダンベルもね、ダンベル強いよね、ダンベル。俺ね、ダンベル舐めてた。強いわ、これ。さあ、ボス襲来。さあ、15の砂。わかんない。なんて言ったかわかんない。15の砂でいいんかな、これ。さあ、来てる。嘘や。嘘って言って。嘘。敵が強すぎるんじゃー。敵が、もう。そっか、赤星確定だから多分強いんだろうね、その分ね、敵がね。どういう攻撃していくか全然わからん。あ、ね、サンダーボルトでほぼやっちゃってたね、これね。結論、サンダーボルトが強い。はい、というわけで、赤チェイサー、実質赤チェイサーやってみたんですけど、まあまあ、3回死んだね。うん。1回はまあ、S 級軍備で、なんとかなったんですけど、まあ、2回目と3回目は死にましたね。はい。まあ多分敵が強い設定、まあ赤星じゃねえや。赤武器になるっていう設定だから、多分その分敵も強くね、設定されてると思うし、で、ノックバックもされないってやったから、まあそれは強いよねって感じですね。はい。ってことで、初めてね、ライトチェイサー使ってみたんですけど、うん、まあ強いって言われるゆえんはまあさすがですね。でも俺、クナイ派だわ。クナイ派ですよ。クナイ派の人は高評価よろしくお願いします。はい、というわけでご視聴ありがとうございました。さよなら。バイバイ。